ちょうどこの3月で25周年になるんですよ。監督を目指すための作るってことはもちろんなんです。もう一つの見せるっていう部分、つまり、配給や宣伝、もうそういうのって就職できない時代だったんで、これはやったらば新しいんじゃないかと。映画に関するビジネスをやるのも面白いかもって勝手に思ったんですけど、何からやっていいか分かんないんですよね。で、とりあえず会社を立ち上げて、先に会社を立ち上げた。入試ワークショップに通い出した。学んだことも大きいんですけど、やっぱり講師の方々が実際業界の一線でやってらっしゃる方々で、でそこから結構仕事につながってったみたいなのがありましたね。もうすぐ20年っていうところになった時に経営をずっと成り立たせるっていうのは非常にやっぱり難しいんじゃないか。久保さんにちょっと一緒にやりませんかっていう話をしたらば、いいですよって言ってくれたんで。好きなことして生きていくっていうのは、なんかどっかでやっぱりこうもうちょっとこうブレーキをかけちゃってる人たちって多いのかなと。そういう若者たちが自信を持って前に進めるための何か一助にならなきゃいけないなっていうのは感じてます。映像の自己表現って今誰でもできる。それをやっぱり何か自分で何らかの表現してみたいっていう人は、やっぱりもうとにかく一本作ってみなさいよって僕は言ってるんですね。ひょっとしても眠ってる才能も見えるし、いろんな世界が見えてくる。